それでは今回はこちら、ツーショットハンドメイド。これは爆発能力付きですね。ハンドメイドというと多分連射の効くライフル、アサルトライフル系で一番強いと言われてますね。それにツーショットで爆発付き。これはどれくらいの威力になってるのか、ちょっと使って試してみましょう。ただやはり印象的にはツーショットになるとすごい弾がばらけてしまって、さらに爆発がついていて、なかなかちょっとヘッドショットとか狙うことはできない、そんな印象がありますけど、あとツーショットの場合は爆発ダメージは2倍になるんですかね。ちょっとそこら辺わかりませんが、まずは改造してみましょうか。はじめはセミオートで、で途中からコマンドパークフルオート化して使っていきましょう。オートマチック用は2つありますね、レシーバーが。まずはじゃあハードレシーバー、威力を上げますか。とりあえず遠距離から使っていきましょうかね。サプレッサーははじめはなしでいこうかな。いや待てよ、サプレッサーまだ解除しないな、これ見ると。何にせよ遠距離から使っていくことになりそうですね。マガジンはアーマー貫通力を上昇、サイトはグローサイト。では銃口はマズルブレーキ、射程はやや短くなるが反動を抑えられる。そして今回は何を行うかですが、ポッサムチャレンジまだ結構行えていないんで、ちょっとこなしましょうかね。この発電所の電力を復旧する、これやりましょうか。あとジェネレーターをカメラで撮影、これはあれかな、発電機でいいのかな。発電所の電力、モノンガーかサンダーマウンテン、まあせっかくなんで2つぐらい回りましょうかね。じゃあまずはモノンガー、とりあえずワークショップを取りましょうか。デイリーチャレンジでなんかありますね。うん、ワークショップ関連、ここら辺もこなせるんであればこなしていきますかね。屋内だからちょっと気づかれやすいかもしれませんね。そこはうまく立ち回っていきましょう。この発電所はね、本当にフォールアウト76リリース当初、発電所に電力入れるとサーバーが落ちるというね、ちょっとひどい状況でしたが、最近はどうでしょうね。これプライベートサーバーでもちょっと重たくなってきたんですね。またサーバーの調子が良くないというか、サーバーの威力が削られてしまっているような感じがするんですよ。だからもしかしたらクリアした瞬間に、ね、落ちてしまうということがあるかもしれませんが、まずはミュータントウォーロード、あいつら倒していくか。いますね、行くぞ。爆発のツーショットハンドメイド。ああちょっと待て、あまりダメージにはなってない気がするが、爆発ダメージは一発ですかね。あ、そうか、パークカード設定しませんでしたね。デモリッシュエキスパートをつけよう。ライフルマンはつけてますね。残りは2体かな、なるべく離れたいな。まず1体目ヘッドショット280ダメージ。あ、デンジャー、いか離れよう。やはりこれで屋内攻めるのは厳しいか。ほい、1体目コーション、やはり爆発一発ですね。しかし結構強引にやりますね。さすがツーショット。ここのワークショップは結構広いね。どこから侵入しようかな。はじめは外側からクリアしますか。前方にプロテクトロン、レベル5と、なんだありゃ、プロテクトロンガーディアン、とてもレベルは低いな。やつつ、おっと決まったか、デンジャー。バッツで無理で倒す。爆発は即着弾だから、ツーショットもね、ばらけないような印象があるんですけどね。内部に侵入。中は、争ってそうですね。がっついと、何かな？ズムルがっつい、やせるか。がっついを、一見破壊したいが、ちょっと巻き戻りが起きてしまってるかな？クリーンヒットで3発ぐらいでやれそうですけど、ね、あ、倒した。外したら倒す。接近中、一気に破壊。まだコーション、危ない危ない。あそこの1体、2体いる、2体いるか。クリーンヒット2発、レベルが低いのもちょっと混ざってるかな。接近中、プロテイ超連射、シューテンジャー。あそこに1体いますが、やつ撃ってく。まだ生きてる、
バツエトの目。目の前に一体、痩せていい。前方に、ミュータント。やっていくぞ。うるら。外にスコーチビーストが攻めてきていたから、みんな、出払ってしまったのかな、ミュータントは。やつつ。うら。ヘッドショット。しかし、デンジャー。おっと、隣にいた。後頭部を、2発で倒せない。デンジャーだが、あらて。おら、無料で。いざいざ。威力が高いから、ご了承いきますね、結構。目の前に、ハウンド。ミュータント見ますが、背中を。一気に破壊する。いるぞ、あそこに。一発で倒して。うら、ヘッドショット。上にも一体。やはり一点を射抜くのは、ちょっと難しいですね。ツーショットで。全部一体。背中ご了承。この内部には結構、ダクトテープがありますね。ランチャーも近いですが、うら。大体3発だな、こいつら。一発が400ダメージぐらい。この内部の敵の量的には結構良い狩り場ですよね。モノが発電所？序盤とか中盤ではちょっと厳しいかな。攻略するにはね。まあ、サプレッサーさえあれば大丈夫ですかね。再び足音がしますね。あそこに一体。柵は邪魔だな。二発で倒したか？気づかれた。まずは下に降りて。やつを倒してく。コション。そこに一体。おらてい。破壊してコション。近くに行っていますが。ちょっと走らした。なんとかコション。適当に撃ちまくった。次はこの内部だが、あいつが何かに反応している？大丈夫かな？無理で倒す。やつつ。何？右にはプロテクトロン。あれか。やつを倒して。こちらか。ここにアクセスして、発電所再起動。よし、完了。メタルアーマー胴体。これでチャレンジが達成されたのかな？あれ？発電所の電力を復旧する。達成しませんね。不具合かな？このワークショップでピアノを作るもね、達成されてないんですよね。なんか間違ってる？間違ってんのか不具合か。ちょっとわからないんですけど。おかしいな。これも電線は引っ張られてますね。よく見ると。しかし、これ稼働してんのかこれ。電力来てない？どうなんだ？ちょっとわかんないな。やつを、バツ撃ってく。クリティカルバツ。降りてきましたが。よし。あと狙ってく。リボルバーで。あ、飛んでしまう。飛ぶの早いよ。残り一発か？俺倒した。レジェンダリーチャレンジも達成かな？まずお宝回収するか。これ近いな。あ、こいつもレジェンダリー？レジェンダリーは2体だ。降りてくるぞ。すげえ近いけど、頭を狙っていく。俺倒した。スコーチビーストチャレンジは完了かな？アサシンのマチェット。こちらに吹き飛んだ死体は？あれ？死体聞いた？どこかに行っちゃいましたね、死体が。あれれ？どこ行ったんだ？くそ、どういうことだ？あ、動き始めた。よかったよかった。今頃起動しましたね。じゃあ、ここからは、武器を振る音。そちらに変更しましょう。ハードレシーバーを、どっちにしようかな。どっちでもいいか。威力よりも命中率を改善しますかね。フォーカスレシーバー。
そしてライフルマンからコマンドに変更します。威力の方は特にあまり変化ありませんね。スコーチを倒す。ウェーブ1。あ、いけない時だ。レベルは68。超近いけど。よし。バツ打て。あ、いけますか、やっぱり。うわ、数えた、これ。逃げろ、逃げろ。走って逃げる。バツ打てくぞ。強引倒す。おら。エスケーパーティスト。全部に1体。レベルが上がりましたね。あそこにも一体いますが、やつつ。あそこに一体。発射。おお、決まった。オートマチックが超入りましたね、今ね。では、このまま、サンダーマウンテン、行きましょうか。まずはワークショップ、落としましょうかね。行くぞ。ツーショット。ハンドメドライフル。少しぐらいですと、一発でやりますからね。オートマチックは不要でしょうね。遠距離はさすがに、一発は無理か。やつつ、うわ、いいね、いいね。発射。2体いますが、破壊していく。前方に1体。残りは、あそこに1体かな。発射。無理やり倒す。フェラルグール。グールは近寄られると厄介だが、やつていい。2体目。爆発の余波で倒せましたね。一体接近か？ほい。おっと、目は2体。発射。サンダーマウンテン発電所内部は、以前来た時は、スコーチは結構いましたかね。今回も少しかな？この音的に。タレットに、少し。まずはタレットかな？あらたらん。タレット赤い。少しも倒したいな、デンジャー。あらて。エスケバーでしょ。破壊してと。やさ、はい。目の前に少しリーダー。奇抜なポーズで止まっていましたが、さらに一体、背中打つ。またコーション。ここにも一体。こいつら結構眠ってるんですね。内部で。ここは汚染されてますが、ヘッドショット。あれがタレット。遠距離から破壊する。あ、デンジャー。バッツで、吹き飛ばす。どれだ？上か。おっと、足打った。まだ生きてる。デンジャーか。バツで倒すぞ。うら。弾は切れたが。うわ、オートマチック。爆発の。ツーショットハンドメイド。近い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 。視界が打つ。容赦なく。うわ、これ。水に向かって打つと、すごいド派手ですね。うわ。こら、生かすな。残りはここら辺か。まだ少しありますね。奴ら排除する。うら。爆発の、ツーショットハンドメイド。はい、当たらん。こう飛ぶって、一体接近中。うら。全部に一体、やつでいい。残りはこいつ。どうだ、クリアか？よし、これで、サンダーマウンテンも、電流が取りますね。どうだ？アイテム報酬。しかし、やはりチャレンジは、達成しませんね。おかしいな。完全に、修理しないとダメなのかな？全部。なんか赤く点滅しますね、ここ。バークレースプリングスに、ボグタウン。SOS の光かな、これは。外に出てみましたが、真っ暗だね、ここは。足音がしたけど。少し、目の前にいた。俺でいい。爆発だから。
打てば明かりがつきます。あれでは来そうだな、これ。コーション。うら。オートマチックで、さらに荒て。うわ、撃ちまくる。爆発の、通称ハンドメイド。このまま南下して、多少敵を狩りながら、進んでいきましょうか。クレパスダム。ミュータントいるかな？ブロードフライ。やつは歯がいい。ミュータントを多少倒したら、今回終了しますかね。いますね。どこにいるんだ、やつは。崖の下。2体ぐらいいるな。しかし、遠方から一気に倒す。上にもいますが、さすがに遠いか？しかし、即着弾。一瞬出てますね。おっと、乱射飛んできた。しかし、効かんぞ、そんなもんは。下からも、弾飛んできている。まず、奴を倒す。あんなとこに。てい。上にいますね。ちょっと遠いかな。遠いけど当たる。奥内に入ったか。ヘッドショット！超連打！しかし、レンジャー。真横に一体。てい！超連打！ほら！やつ倒すぞ！最後に。あら！決まった。ラットロジ。では、玉座で、最後写真を撮りましょうか。ここね。何者かは知りませんが。これは座れないのかな？この死体が邪魔で。爆破して飛ばせるかな？ほい。あ、飛んだ。死体を吹き飛ばしてから、こちらに、あ、座れない。座れないぞ、これ。なんていうことだ。座り判定がないのか？では、こちらで、一枚撮影しますか？撮影。もう一枚ぐらい撮ろうかな？この角度でも、一枚撮影。はい。では今回はここまでということで。